それから、大学院を中退しまして、東京大学に移りました。助手として移りました。非常にラッキーなことにですね、D3 の時に、研究会に行って発表しましたら、西島先生が そこにおられて、聞いてもらって、その後偶然東大でポストが空いたから来ないかという話になりまして、これを逃すともう多分また何年間かないので、じゃあ行きますということになって、たまたまそこで西島先生が先ほどの相対連的な束縛問題の専門家でしたから、いろんなことを教えてもらいました。でそこで相対論的な束縛状態であるとか、超対称性とか超弦理論とか、まあ、当時の流行りのことも少しやりました。それから初めてこう授業を担当したんですね。物理数学であるとか量子力学とか統計力学、これはかなり新鮮なショックでした。というのは東大の場合には、助手には自分の専門分野以外の授業をさせるんですね。で例えば統計力学とか僕に教えさせられるんですけど、こちらと学生のレベルとそう違わないんですよね。だからかなり嘘も教えましたけれども、川村さんとかそこら辺いると非常に恥ずかしいんですけどね、でも僕には非常に勉強になりました。学生さんには迷惑だったかもしれないです。でもそれで助手を教育してるんでしょうね。それから初めて海外にも行かせてもらいまして、当時は若い助手なんかは海外にできるだけ行かそうという雰囲気がありまして、自転車操業で、海外に送り出してました。僕らのいた研究室には助手が5人いたんですけれども、本来はポストは4つしかなかったんですね。ですから誰かが帰ってくると誰かを追い出して給食にするというので、いつも本当は5人いるんだけど1人をこうお手玉みたいに放り出して4つで回してたというので、割と自由に生かしてもらいました。これがその頃の東大の遠足の時ですね。ここ西島先生がおられて、山口先生って非常に元気のいい先生ですね。それから伊木先生、それから僕はこの辺にいるのかな。それからそういう人が知ってるのは服部さんという、これ彼は数学に行ったのかな。それから河合光さんとか岡田康弘さんとか安田さん、萩原さん、中山さん、結構残ってる人がいますね。これは西島先生と江口さんと僕で魚釣りに行った、マスを釣りたいというので、この江口さんと僕とは下手なんだけども魚釣りが好きで何遍か行ったんですが、なかなか釣れないんですね。一度なんか川口湖までわざわざ行ってボートを借りて釣りをしたんですが、あまり釣れないのでちょっとタバコでも吸おうと言って岸に上がって休んで船に戻ったらもう釣り道具はなくなっているというので、あんな田舎でも物騒なんだなというのを経験しました。とにかく下手でした。で、江口さんの奥さんつい最近亡くなられてしまいました。それから、高エネルギー物理学研究所というところに移りました。87年から93年までいたんですが、この87年というのはトリスタンが完成した年です。で、筑波に初めてバスが直通バスができて、その1号に乗って行った記憶があります。で、そこには菅原さんという素晴らしい所長がいまして、非常に刺激を受けましたね。当時その後になりますが、高エネルギー圏と東大の原子核研究所を統合するとかいう問題の時なども、いろいろ一緒に議論した覚えがあります。
結構あの吉村さん、宇宙のバリオン先生とかそういうので有名な方ですね。小林誠さんが当時はもう KEK で教授になっていました。それから、清水さん、風間さん、いろんなそうそうたるメンバーがいまして、あ、ここ今ここにおられる大野木さんなんかもポスドクでおられました。もう本当に、当時の高エネルギー研っていうのは割とこじんまりしてて、研究者が自由に、遊んだり研究したりできる自由な楽園、研究者の自由な楽園というのは利権のことを普通表現するんですけども、この当時の高エネルギー研というのは非常に小さくてそういう雰囲気でした。で、なんでそんなに自由だったかというと、ここ実験の研究所ですので本来は実験に結びついたことが分かる人でないといけないんですね。僕なんか全く分からなかったんですが、ちゃんとその実験のことが分かる人を雇ってたんですね。萩原君とか林君とか日笠君で、純粋なセオリティカルセオリーだけじゃなくてやっぱり現実が分かる人と両方混ぜているとお互いに非常に楽なんですね。ですからよく大学によっては素粒子理論と物性理論が、物性実験なんかが分裂してしまうところがあります。僕はそういうのはまずいと思うんですね。やっぱり少々違ったぐらいの人たちが一緒にやってお互いを補い合うぐらいのものが、いいと思っています。この時もそういう印象でバランスを取りながらやっていました。あ、これが菅原さんですね。今でも時々お世話になる尊敬している方です。私自身はこの頃超弦理論とか超競馬理論とかゲージ理論をやってましたが、菅原さんはある意味で超対称性というのの生みの親、あるいはカレント台数で世界を席巻した人、あるいは超弦理論にある人ですと菅原エネルギー運動量テンソルというのでを聞いたことがみんなあると思います。それから、高エネルギーを、実は高エネルギー圏にずっといるつもりだったんですね。菅原さんもずっと俺って言うからそのつもりにしてたんですが、そこに高杉先生が現れまして反対に来ないかということで、当時は他の大学も全部お断りしてて、京都大学もお断りしてたんですけれども、高杉先生はもうしつこいんですよねそれでついに根負けして来ることになりました。で、来たのが教養部に着任しまして1年間教養部にいました。それですぐ次の年に教養部が廃止になりまして理学部に移りました。とまた1年後に大学院重点科っていうので所属が理学研究科に移りました。で、その頃やってたのはやっぱり超弦理論とか非接動繰り込み群とか、これはここにもいろんな人見えていますが学生さんたちに助けてもらって非常に楽しく過ごしておりましたが、ここで理学研究科長をやらされる羽目になりまして、全く別の世界を味わうことになりました。そうこうするうちに、理事副学長などという向かない仕事をやらされてちょっと頭を抱えております。それで多分僕が今その理事副学長とか理学研究科長とかやらされる羽目になったのはこの高杉先生のおかげというか高杉先生すごいこう阪大出身でですね、熱意があるんですよね。阪大生はもう頑張れっていう熱意がありまして、しっかりと教育したいというのがあります。それでその教養部に行ったということもありまして、共通教育1年生の教育をきっちりやらないかんというので、
最初は高杉先生やってもらえたんですけども、途中からお前やれということになりまして、手伝い始めたのが運の尽きでですね、そういうなんかこう仕事っていう教育関係の仕事っていうのは 2,3 年でパッとこう足を洗わないとダメですね。逃げ遅れるともうどうしようかで逃げ遅れたんですよ。それで今も教育担当という羽目になってしまったんですが、でも大恩人ですね。研究について、あ、これは西島先生とか小林益川とか大すごい人たちの研究を見てると思うんですが、自然界はとにかく常識を超えるとてつもなく不思議な存在だなと、我々が思いもよないしないような法則が支配していると。でも人間はその人間の持っている想像力を駆使してその謎を何とか解き明かすことができる、すごい力を持っているなと。ただその発見した法則を持つ真の意味をですね、その時点で評価するのは至難の業であるという気がします。先ほど言いましたように、小林益川理論の、真の評価は恥ずかしながら全くできておりませんでした。だからこれは若い人たちの仕事を評価することをいろいろやらされるんですけれども、そういう時に常に自戒として持っておかなくちゃいかんなと思っております。それで、研究課長として何を力を入れてやったかというと、やっぱり、若い人たちが非常に困難な状況にあるということで、なるだけその支援できるような体制を作りたいということで、理学研究科で基礎科学研究者養成プロジェクトというのを立ち上げました。中身はですね、大学院生に、経済的支援をしようということで、まあ、授業料半額程度は必ず支援すると、もっと多い場合もあると、それから大学院生の海外派遣を支援しようと、それから若手研究者の研究費を補助しようと、そういうふうなプロジェクトを、作りました。それから、まあ、優秀な留学生を連れてきて、日本の優秀な人たちと切磋琢磨できるような環境を作りたいと。それからもう一つ、学部の方ではリスオナープログラムというのに力を入れました。それから最後の方では中途半端になりましたが、基礎理学プロジェクト研究センターというのを、作るのがいいんじゃないかということで、途中までやりまして篠原先生に、お願いしました。で、このリスオナープログラムというのは何かというと、阪大から独創的な研究者が続々と出るように、やっぱり、教育システムを整えておきたいと。やっぱりこれ高杉先生の影響でしょうかね。僕もハマってしまったような、それで意欲的な学生さんを応援しようということで、平成19年から始めたんですね。これブルーで書いてるのは参加した学生さんの数ですが、物理学科です。19年に物理学科で始めて、次の20年から理学部全学科で始めて、物理、数学、化学、生物ですね、参加者が大体コンスタントに50名ぐらいのレベルになっています。参加している人は大体2年生3年生が思うですね。ですから2年3年合わせますと約500名いるんですが、500名のうちの50人ということで、約1割の人がこのプログラムに参加して、一番の特徴は2年3年生の時から自主研究をやっていると。で、単に座学で勉強するだけじゃなくて、自分の頭で考えて自分で問題を見つけるというのを奨励しようというアイデアです。で、そういうのを始めたんですが、途中から理学部長になって忙しくなってしまいましたので、実際にはこの篠木さんがほとんどやってくれました。で、最後にはこの参加している学生さんたちの、研究発表会を阪大理学部でやってたんですけれども、
どうせやるならその全国規模でやろうということで、日本中から集めて阪大で去年一昨年でしたか、研究発表会をやりました。リサーチフェスタという名前で、この篠木さんとかそこにいる伊藤さんとかが中心となって、全国の大学生の学部生の研究発表会をやったんですが、文科省がそれを、見てなかなかいいということで、今年からは、サイエンスインカレというので全国レベルの、研究発表会になりました。これは、まあ、阪大初のものができたと思っております。でここでリスオナープログラムに参加する学生さんに強調しているのは、なぜだろうという疑問を非常に大切にしてほしいと。そして曖昧にせずにそれをみんなと議論しながら自分で研究してほしいと。でどうしても今解くことができなかったら、忘れずに、ちゃんと頭の隅っこに残しておいてくださいと。でそれをまた取り出して、チャレンジしてください。で失敗を恐れず、そういうことをやっていけばポケットの中がいっぱいになった時には、創造的な研究者になっているでしょうと。そういう学部生を育てて大学院に送り出そうというのがアイデアです。ちょっと早いですかね。いいですか。どうもいろんな方にお世話になってこれまでやってきました。私自身何の力もなかったんですけども、皆さん方に助けていただいたことを感謝したいと思います。どうもありがとうございました。